どうも皆さんこんにちは、ムケオでございます。本日は腕時計ニュースやっていきたいと思います。どんな情報があったのか1ヶ月間まとめてみました。最新の腕時計ニュース、この話題性があるとロレックスマラソンでのトークも役立つと思います。ぜひ参考にしてください。それでは行ってみましょう。はい、それでは1月の腕時計関連ニュースまとめましたので見ていきたいと思います。はい、まずね、1月1日、これはねもう衝撃的でございましたね。価格改定 10% でございます。もう現在はねもう値段が上がってるんですけれども、もうめちゃめちゃね2回連続の 10% ということで、複利的に 10% 上がるというのはもうとてつもない金額になっているところでございます。やはり一番話題になったのはコスモグラフデイトナステンレスモデルがついに200万超えたということなんですけれども、もう200万超えて217万6900円、ここまでぶち上がっております。まあとは言ってもですね、並行価格はまあ500万とか、まあそんぐらいになってるわけで、まあまだまだ上がっていくんじゃないかっていうのはね、結構言われております。まあこれによってですね、結構並行価格との差が縮まったモデルもありまして、今正規店では人が減っているような話が来ております。当初あんまり変わらないようなね意見もあったんですけれども、この動画を撮影している時点では今正規店のお客さんが激減しているというねお話も入ってきました。まあ地域によっても差はあると思うんですけれども、そしてねこの値上げによってこのような金無垢モデルですね、値段611万9300円ここまで上がってきておりますので、希望モデルがですねコンビモデルやオイフレモデルへこう変更され始めているということでございます。今ね並行価格もそこまでついてきていない状態でこの値段をポンと出せる方っていうのは本当にえぐい方だと思います。衝撃的なニュース、1月1日に 10% の驚異的値上げが起こっております。はい、続きましてこの新作、出ましたね。いきなり入ってきてね、おおすごいの出たなと思ったんですけれども、まああまりこう全体的にはこう売られるようなモデルではないのかなという印象でございます。発表というかこの情報がリークされたすぐその次の日ぐらいにね、私ロレックス正規店行ってるんですけれども、まあ店員さんも知らなかったので、まあ一部の人に配られたモデルではないのかなというところでございます。チェロの文字盤ですよね。音楽の団体を記念して作ったモデルですね。詳しくはねカード出しておきますのでそちらを見てください。まあこれをつけてるね映像とかもこう出回ってはいたんですけれども、まあこういうのはねバンバン売られるようなモデルではないんではないかなと思います。ただ最近聞いたのはこのようなシークレットモデルのようなデイデートとかジェムセッティングされた奇抜なモデルっていうのは形式上廃盤になっていても結構長い間ね出るというのをね聞きましたね。視聴者さんも最近激ヤバモデル買われたやつは廃盤していたモデルだというような話も聞きましたんで、まあずっと長い目で見てもうこれが欲しくてたまらない方はもしかすると探し続ければずっと先に買える可能性もあるかもしれませんね。めちゃめちゃ希少なモデルになるんじゃないかなと思っております。急遽ね SNS 等で話題になった後にインスタグラムで調べたらこのように出てきました。このような新作が追加されております。これが1月前半のことでしたね。はい、続きましてねこの、ブランパンスウォッチ、こちらも登場しました。今までカラフルなカラーがあったと思うんですけれども、今回ね黒で出てきたということで結構一番いいんじゃないかっていうねご意見はいただきましたね。こちらも、動画作ってますのでカード出しておきますが、まあ、一番つけやすいですよね。ナトーベルトで色も黒なんでね、全てオートマティックで作られたこのムーブメント、そして本家のようなデザインですね、本家のブランパンのようなフィフティファゾムスのようなデザインのこのブランパンスウォッチ、これがコレクションに追加されております。この前ちらっと見たね映像ではねニューヨークのど真ん中でもねこれの CM をしてましたんで、まあ話題性も結構大きかったんだなとは思いながらも、まあ、爆発はしてないなという印象でございます。やはりスウォッチのコラボで言うとね、オメガのコラボの方がね話題性は高いんじゃないかなと。ただそれにも
劣らないぐらい、これは結構拡散されてたかなという印象があります。まあ、こちらいいですよね。私もちょっと都会に行った際にはね、置いてあるのであれば見たいなと思いますが、まあ一部の店舗でしか置いてないですよね。まあいつか見たいなと思っております。これも新作として発表されております。はい、同時期にこの新作出ましたね。銀座グリッドの限定モデルでございます。530本で発売されたんですね。銀座の街並みを文字盤に宿したこの綺麗なモデル SBGH317、 84万7000円こちらでね出ておりますね。まあ、1個目のモデルがねもう爆発的な人気で争奪戦が起こったんですけれども、まあ、2個目からね、まあちょっと落ち着いてきて3個目と。でもまだ3個目やっぱりこれは結構ね話題になってましたね。めちゃめちゃ綺麗ですよね。視聴者様も結構買われたということで、そしてなんと無形オブントル時計置きに載せていただきました。最高です。そしてめっちゃ綺麗ですよねこれ。はい、やはりねグランドセイコーよくね言われるんですけれども、実物の方がめちゃめちゃ綺麗ということですよね。綺麗ですよね。表面ピカピカですね。これめっちゃいいと思うんですよ。ちょっとやっぱりねホームページこの画像じゃちょっと伝わりづらいところがね、実物だとやっぱりこのケースの表面とかそこら辺ちょっとわからないですもんね。はい、このように載せていただきましたけれども、めっちゃ綺麗ですねこれね。はい、これはいいと思いますよ本当に。ちょっとマジで見てみたいですもんね。1個目に劣らない希少性、まあ、グランドセイコーね世界中でめちゃめちゃ今ね人気高まってるみたいですので、まあ、こんだけね限定的に出たやつはですね、世界のコレクターももしかすると欲しがるんじゃないかなっていうぐらいのモデルだと思います。非常に綺麗ですよね。ちょっと私もね実物見てみたいなというふうに思います。載せていただきありがとうございました。これもね新作として出てきておりましたね。はい、そして、新作関連で言うとセイコー新作ちょっとピックアップするんですけども、 JAL とコラボしておりましたね。すごいですね。背面に JAL のジャパンエアラインズの文字が入っております。これはパイロットの方はつけられるのでしょうかね。よく見るとこういうねちっちゃなとこに飛行機の形がついていたりしますね。24時間系と12時間系。まあ、ぜひねスチュワーデスの方はね乗客の方がこのお時計つけてたらいじってほしいですよね。うん、そんな感じで JAL とセイコーのコラボモデル、こちらもね1月に出ておりますね。続きましてオメガからね、ティザーからこうバンと出てきましたアポロ8号のミッションを称えたモデルでございます。お値段220万円となっておりますが、まあ、ティザーからこう公開される形で出てきたんですけれども、もう文字盤めっちゃ月ですよねこれね。はい、月のクレーターが文字盤に表現されております。そしてちょっとこの画像で見にくいですかね、ここにアポロの針がアポロになってるというね、この遊び心がたまらない。こちらのモデルもねスピードマスターダークサイドオブザムーンということで新作として出てきておりました。オメガもめちゃめちゃ攻めてますね。はい、これはねちょっと一時期話題になりましたね。知らない方のためにね説明しますと、これ下水道というね盗みの手段らしいんですが、電車で酔っ払ってですねロレックスつけて寝てた被害者さんのところに見知らぬ男2人がやってきて、この寝ている被害者さんの腕からロレックスを盗んだというクソ野郎でございますね。まあ、やはりねもうこの物騒な時代にロレックスをつけたまま酒飲んで寝るっていうのはちょっと危険なのかもしれませんね。結構これ関連でねネット見てましたら、やっぱり酔っ払って寝てる人の財布盗んだりとか物盗んだりするやつって結構いるんですよね。まあ、これはね皆さんに関しましては人事ではないと思います。ぜひ気をつけてください。やっぱりねロレックス認知度もねめちゃめちゃ上がっておりますので、ここ最近のコロナバブルみたいな感じの時からやっぱり認知度結構上がってると思うんですよね。で犯罪の標的にめっちゃ今されてる状態だと思います。この男2人もね初め知らない見知らぬ2人がその場であれ取るぞみたいな感じでやったみたいなんで、まあ、ぜひ皆さん高級時計持たれてる皆さんは
お気をつけください。まあ、私もねヨーロッパ行きますので、あまりアピールしすぎないようにしないと、これは本当に危険なのではないかなと思いました。明日は我が身と考えて、この下垂と3秒の犯行らしいんで気をつけたいと思います。はい、続きましてね、こちらね、このサムネイルで動画も上げてますけれども、ロレックスペプシ学士が、進んでいるということでございますね。まあ、1月ですね、平行店のネット販売大手価格 .com さんからですね、このロレックス GMT マスターペプシのジュビリーブレスがまず消えましたね。はい、これはねペプシ学士をしているんではないかなというところで、ちょっと話題になりました。まあ、今後ね新作になるかどうかはわからないんですけれども、まあ、そのような感じで上がった後を狙ってるんじゃないかっていう、あくまで説ですけれども、まあ、そういう話が出てきております。で、現在この動画を撮ってる時点ではもうすごいことになってますね。400万近くになってますね。これはどういうことになってるんですか。もう急激に上がっております。コロナ後のね、バブルぐらいの価格にも近寄るぐらいのね、価格が上がってるような印象がありますね。そして、まあ、ちょっと経ったらですね、ペプシベゼルのオイスターブレス、こちらも、1回消えましたね。ちょっと現時点では戻ってたりはするんですけれども、まあ、とにかくね、数が少なくなって、ペプシ隠しされてるような印象があります。まあ、それに加えて、最近はですね、GMT マスターの青黒ベゼルですね、私も持ってますね。はい、こっちのサムネイルの向けをもつけてますけれども、青黒の GMT マスターも、これ、価格めっちゃ上がってるんですよね。まあ何らか動きがあると思います。まあこれでね廃盤するかしないかはもうロレックスしかわからないんですけれども、まあ一部によると廃盤モデルなんかもうアナウンスされ始めてんじゃないかなみたいなこともあったりして、なんか高騰してますね。で、一部にはまあ着炉の廃盤もあるんじゃないかなというような、もういろんな予想が出てきておりますので、まあこの中で皆さんね何を信じられるかっていうのはあると思うんですけれども、まあそのようなちょっと動きがあっております。で、ペプシ学士ですね。で、一部には正規店でもペプシの展示品が消えているというような、そういう動きもありますね。これはねちょっと何らかあるんじゃないかなと思ってます。まあ未来は分かりませんけれども、今正規店平行店でペプシを取り巻く何か動きがありますね。ちょっとこれは結果はね、スイス審査発表ここで表明すると思いますので、これが起こった結果最終的にどうなっていくのか、この辺はね注目して見ていきたいと思います。はい、続きましてね、スウォッチインスタグラムにスヌーピーが出てまいりました。で、こちらね右こういう風に出してるんですけれども、この動画を撮ってる時点でこれは違いますねと私は認識しております。このスヌーピーのやつですね、これ2月時点ではこれはね多分ねオークションに出すモデルという意味だったのかと思いますね。チャリティーオークションに特別なムーンスウォッチを集めたこちらのボックス、まさにこのボックスなんですよね、スヌーピーが今出しているのが。これを出品するという意味でのこの画像だったんじゃないかなというところで現時点では思っております。まあスウォッチさんうまいですよね、やっぱりね。ここでスヌーピーの画像をちょんと使うことによってやっぱりネットは騒然としますよね。で、このような右側のコラ画像みたいなのも出てきて、もう本当にすごいですよね。で、話題になって話題になって何になるのかでチャリティーオークションに出すということです。まあこの試みっていうのもねめちゃめちゃいいと思います。で、この売り上げに関しては、まあ、全額チャリティに寄付されるということなんで非常に企業としても最高だなと思いました。まあ、まだわからないんですけれども、多分このスヌーピーの映像に関してはそれを予期してたんじゃないかなと私は思ってます。もし違ったらですね、皆さんねコメント欄で教えてください。1月話題になったスヌーピースウォッチのお話でした。時計置き無形オメントル好評販売中、ダイレクトメッセージ待ってます。はい、続きましてね、ちょっとライブで話題になったんですけれども、グランドセイコー GS9 クラブにおいて、グランドセイコー GS9 クラブフォトコンテスト開催、グランドセイコーと旅ということになっておりますね。まあグランドセイコーをつけて、まあいろんな、旅をするフォトコンテストですね、こちらが開催されるということで、2月1日から始まっているということですね。これはねもうね私にもってこいでありますので、ちょっとグランドセイコーをつけて旅をしていきたいなと思います。
ちょうど私の白樺がですね、一回メンテナンス出そうかなと思っていたんですよね。なのでこの機会に旅しながら、ちょうどスイスのプレ旅を予定しておりましたので、グランド成功つけてちょっと旅していきたいなと思います。その動画できましたらまた公開しますので、ぜひね皆さん見ていただきたいんですけれども、まさにグランド成功の旅、これはね、GS9 クラブに入られている方、最近グランド成功買われた方はね、この GS9 クラブに入れますので、まだ登録お済みでない方はこれ入るとですね、結構なんかいろんな記事とかも読めますし、情報も入ってきますので、でこのようなコンテストとかも案内来ますんで面白いですよ。はい、このようなコンテストがありますので、グランド成功ファンの方はぜひねお尻置きください。はい、続きましてね、もう1月の終わりぐらいだったんですけれども、ロレックスのホームページ一気に更新されました。はい、何を予期されてるんでしょうか。一気にですね、ホームページの一つ一つの動画が更新されまして、 YouTube ページになるんですけども、めちゃめちゃかっこいいです。この超金かかってるんだろうなっていうような一つ一つのモデルの画像が一気に更新されました。これは何なんでしょうかね。新作を見据えた動きなのではないでしょうか。まあ短いですね、20秒とか30秒の動画なんですけれども、めちゃめちゃ見応えありますので、ぜひ皆さんこれ見るのをおすすめします。めっちゃ面白いです。時計好きにとってはたまらないと思いますんで、一つ一つ見てもいいのではないでしょうか。ロレックスのホームページが一気に更新されたという現状でございます。今気づいたんですけども、ロレックスのチャンネル登録者数って171万人なんですね。世界のロレックスファンってこのぐらいなんでしょうか。もっといてもいいような気はするんですけれども、はい、1月このようなニュースがありました。ということでね、2024年1月の新年明けまして腕時計情報、こちらをですねまとめてみました。まあいろんなことが起きてます。まあ2月もですね、今いろいろ見てるんですけれども、いろんな情報も入ってきてますので、まあ腕時計というのは意外と話題性結構あるなというふうに思っております。まあ今後もですね、いろんな情報を集めてお伝えしますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの有益になるような情報、こちらお伝えできればなというチャンネルでございますので、ぜひ別の動画もご覧ください。はい、今回は腕時計ニュースの方やってみました。本日以上になります。また別動画で会いましょう。ムケムケOK。ではまた。